夜ご飯食べましたよ。おから食べました。美味しかったです。さっき食べてきました。あ、ゴールデンだるま祭り現在14位だって。なんだろう、何のイベントなんだろう。2部もよろしくお願いします。ではスタート。ジェソンオッパトミヤ、ジェソンオッパやジュンマニパパサインデュージュウリカチンネソーエンボカゴジミッケインセングチュエギジャファイティ。お、あっからんカットンメントンでこまおウリカチハムケあ、みせハムケエンボカジャンこまお。続いて、お、ナオちゃんだ。お、ひらがなになってる。うん、ついに対面で会う機会ができて本当に嬉しい。うんうん。ゴールデンウィーク土下座して休み貸し取って会いに行くねだって。土下座はしないで、でも無理しないでね。私も会いたいけど、あの土下座はしないように。ありがとう。続いて、お、ピッキオンニー。うんうん。オニーヌ。オニーヌ열심히일해서トミール향해달려갈거야진짜로조금만기다리지알겠어밥잘먹어요언니화이팅こんばんは。続いて、お、早いよ、2回目じゃない。今回のダンスシンクロ率高くてやばい。本当？単独パートもね、いくつかあって嬉しい。だって嬉しい、ありがとうね。みんなでもっともっと完成度を高めていけるように頑張ります。ありがとう。続いて、お、ステファニー、一部も当たった香港のワンです。覚えてますよ。AKB にいるひじ一番輝いてるんです。ずっとアイドルやってほしいです。だって私のアイドル何歳まで見たいですか皆さんありがとう。続いて、お、ジソンニー、お、イブドワジションのねジソン、ジソン드디어이번주콘서트에서볼수있겠네。お、그러네。うん、コンサート장에서トミ보는곳。お、4년만인데진짜4년만이라고?어지금일본좀살살하니까따뜻하게입고와요고마워민나30살までみたい本当に結構リアルなこと言ってくるね続いて秀和お先ぶりだ。去年日本デビューしたアイブのリーダー友人ちゃんに慕われていると話を聞いて自分関係なのになんだか嬉しくなりましたね。今は違うグループだけど私も友人はすごくもう憧れで推しのアイドルです。話すとき緊張しちゃうありがとう。続いて、お、たけしさん2回目ですね。ありがとうございます。結構 2部もっていう人多いんだね。1部と2部とで嬉しいわ。ありがとうございます。栃木魂の3文字熟語をいただきました。ありがとう。うんうん、はい。続いて、お、小野さん2回目だ。小野さんも毎日忙しいと思いますが体気をつけてください。無理は禁物です。私もそのまま小野さんにお返しします。体が一番大事なので無理せずにね。ありがとう。続いて大ちゃん、お、大ちゃんも2回目かな。そしてコメントも同じかもしれない。ありがとうね。今後の活躍心より期待してます。だってありがとうございます。今後も期待しま期待しますよ。活躍できるように頑張ります。頭がやばい。続いて、お、みんなおに、お、みんなおにまた来てくれた。うん、お、トミペニラインゴルチャランスラッケーマンデロジュゴメイヘンポマンソムルヘジョソコマオ。あ、みんなおにのどれけマリエっぽよ。こんばんは。続いて、お、アッポン、あれみんな2回目、私のこれデジャブですか。みんな2回目だな。アッポンありがとう。体調崩さないようにこれからもひーちゃんのこと見てるね。だってありがとうね。アッポンもだよ。体気をつけてね。2部もありがとう。続いて、あれ、まるちゃんは3枚目じゃないか。まるちゃん今回お話し会ないので寂しい。そうなの、直接会いたいです。オンラインではね会えるけど、うん、ありがとうね、まるちゃん。また早く会おうね。あれ、もうみんな2部1部もあった方ばっかだ。谷口洋一さん、元カレデスぶりの当選、友達にも自慢します。
アイドルになってくれてありがとう。こちらこそ私を見つけてくれてありがとう。友達に自慢してください。イエーイ。よし、続いて、お、チータンも2枚目ですね。お、一部二部両方に参加するよ。本当だ、覚えてたよ。サイン届くの楽しみにしててね。ありがとう。よいしょ。お、続いてブルゴさん、お、さっきぶり。24時間365日ひーちゃんに癒されてるし力をもらってるよ。本当に、日々成長してどんどん魅力を増していくひーちゃんから目をそらすことなんて無理です。魅力だけど、これからもずっと応援させてください。もう魅力なんかじゃないです。こんな幸せなこと言ってもらえて私は幸せです。ブルゴさんありがとう。続いて、おー、つばき、まただ。落ちちゃった人いるのにみんな2枚ずつなんだ。ひーちゃん対面で会う予定もあるけど我慢できず先に応募しちゃったらって、かわいすぎ。髪切ったって言ってたもんね。5月にショートつばき待ってます。ありがとう。お、ハーメヌン、ヨナールトゥリョーハジアナ、おわおもがもしぬんね、イルミヨナールトゥリョイルマンスミョンクチンデオーハジアナ、わっ、ポニテイトミー가장좋아하지만トミーズモンドゥルタチョワ、わ、こまわー、イルミちゃんもひっきりだ。続いて、あー、続いてマルクス2枚目。ずっと言いたかった僕の思いを、かっこ日本に行きたい、大声、ひーちゃんいつも大好き愛してます。ありがとう、日本早く来て、ありがとう。続いて、はい、ZN さん、お、2枚目ですね。また髪を短く切ってみますか。いやー、考えてないですね、ショートは。みんな見たいのかな。でも私は長いのが好きです。あと地毛はショートなのでね。そう、続いて、お、ゆーぴーも2枚目ね。また同じよ。みんなに顔を見せて前を向いてよ、ひーちゃん、かっこ一部より可愛く、プリティじゃん、プリティじゃん、お顔がプリティじゃん、だって。なんだこれ、なんだこれ。ユーピーは本当に面白い、ありがとう。続いて、お、またルナちゃんよ。ルナほっぺっぺほっぺっぺ、これペを何個書いたか分かんなくなる。可愛すぎる、どうしよう、また好きが増したよ、だって嬉しい。本当、もうみんな前髪のことめっちゃ褒めてくれるじゃん、嬉しいわ。ちょっと前髪もう4年ぐらい作ってなかった自分が。続いて、ピッカーリーさん、お、2回目当選、初インニーだ。村山女神、ウーパー先輩と仲良しですが、刺し飯も行きましたか。お、行きましたよ。お、2日目はハンカチとマスクの替えを持っていこうかと。本当？泣いたりもするの？どうしてもひーさんが文字数絶対書けたでしょ、好きだーでしょ。好きだー、聞かせてね、ありがとう。続いて、お、クインシー、お、エイブドワジョンね、クインシー、おねるともりするよな、うん、すしるべんあんもり、あ、しするべんあんもりる、トミラン진심잘어울려、진짜로、어、고마워。여름다가오고있는데많이아물많이마시고건강조심、어、인시도물많이마셔、고마워。続いて、お、なんか、お、今年はたくさんお話しして、お会いして素敵な思い出作っていきたいです。コンサートも体調気をつけてレッスンファイトです、だって。ありがとう、レッスンも頑張ってるよね、今日も家帰って復習しなきゃ、ありがとう。お、続いて、お、読めない、また、女子上 PH さん、わあ、私にとって特別で最高な一日になりました。ひーちゃんの歌を聴いてると元気もらうことができました、だって。本当にありがとうね、大事なサインにしてください、2枚。続いて、お、ジャンナンちゃん2枚目だ。メッセージ何書こうか迷ったけど TMI、 お、ダンス音痴の鬼は未だに結びダンスできません、ステイシーとの動画最高に可愛い、だって。
ポーピーポーピー、ステイシーさんめっちゃ可愛かった。韓国語で話しましたよね。一緒にこれやりたかった。続いて、お、ひーちゃんちごんにん、お、また来てくれた。すごい、お、アップチマヨコ、お、アッカランカットメントね。お、ひーちゃんちごんにんはんさーな、たらわさー、うん、へーちゃんさ、こまわよー。はい、続いて、お、またまたひなさん、なーちゃん、5月の個別お話し会、初めてひーちゃんと直接会います。当日かなり緊張してると思うけど楽しく話せたらいいな、だって。いや、緊張しないで、もういつも会ってる友達感覚で来てもらえたらです。ありがとう。続いて、お、キャルカさん、最近ハマってることありますか？最近、え、でも言ったらびっくりされることがあるのでそれは言わないんですけど、とりあえずもうね、いちごとバルサミコ酢がめちゃめちゃ好きです。それの食べ方にびっくりされるので、それは言わないでおきますね。続いて、おキングさん、また結構みんな同じ人だね。なんかおっしゃった人もいるけど、ね、みんなにあげたいけど。続いて、また来ました、今回はひーちゃんのおすすめの髪色聞いてみようかなと思って悩んでます。じゃあ私が絶対にやらない緑、あ、オリーブとかやりたいから、じゃあ青にしようかな。あ、でもな、まあ、いいや、緑で。続いて、お、ピーメン、ピーメンも2回目ね。お、めちゃくちゃ前髪可愛くて似合ってる、だって。最後にジスさんのフラワーチャレンジも見たいよ、だって。だったらな。はい、すいませんでした。はい、ありがとう。続いて、お、エミマルだ、2回目。ひーちゃんのエミマルとかエミって語尾伸ばす言い方好き。今日いい日だったな、幸せだったなって毎日少しでも思える一日になることをいつも願ってるし、ひーの幸せが私の幸せだよ、だって。嬉しい、本当になんかファンの皆さん素敵な言葉をいつもかけてくれて幸せです、ありがとう。お、続いて、お、さっきの難しい感じの、ちょっと待ってね、先に書いちゃうね。よし、リアン・ルイトンさん、お、ありがとう。先月疲れてましたが、あなたの元気な舞台見れて嬉しい、だって。ありがとうございます、チャチェン。シシエ。続いて、お、田中ボブ、ボブちゃんも2回目よ。私もごついん集めるの好きなんだけど一緒に行く、だって。行きたいね。最近は全然私もなんか行けてないから行きたいな。好きなんだ、意外。続いて、オメガオンに2枚目だね。トミヤポゴシポヨアプロードヌルウオンハイケワイニボイアイニオメガオンに。パンダは元気かな。続いて、はい、あっちのももちゃん。続いて、今日も当たり前に世界一可愛いね、だって。あら、嬉しいわ、ありがとうございます。私事ですが、先日誕生日でした。お、おめでとう、おめでとう。4月生まれ、いいね。4月、メッセージいただけると嬉しいです。お、ももちゃん、お誕生日おめでとう。これからもずっと毎日が誕生日のような幸せな毎日を過ごせるように、私もももちゃんのこと考えてます、ありがとう。続いて、ダーちゃん、前のお話し会でヒーに友達と言われてすごく嬉しかった。ダーちゃん、友達、ファンとして年下としていっぱい応援するね、だって。ありがとう、大事な友達だよ、ダーちゃん、ありがとう。お、デミちゃん2回目だ、デミちゃん。ひーちゃん、5月にならないとお話し会で会えない、辛すぎる。5月なんてもうあっという間だよ、すぐ会えるよ、デミちゃん。また会おうね、楽しみ、5月。お、ミジュも2回目ね。ミジュ、奇跡が起きた、また来たよ。しばらく茶髪のままかな。お、お互いハイトーンで今、そっかそっか。ミジュも私と同じ、でもハイトーン似合ってたからな、ハイトーンで会いに来て。ありがとう。お、よしみちゃん2回目、いつもお手紙を書いてるから
なんて書こうか迷ったけど、本田ひとみが進化していく限り私も一緒に進化していきたいし、応援もしていきたいです。どんな時もひーちゃんの味方でいたい。ひーちゃんのモンペより。ありがとう。本当によしみちゃんって素敵。もう常にね、ひーのこと思ってくれてるし、おしゃれ追求してるし、尊敬です。続いて、お、ウィズワンたかひろさん、さっきぶり。リブも当選おめでとう。すごく嬉しい。うんうん。ひーちゃんと同じ学校の世界観を想像しますが近づけません。本日2度目の君が好きだ、だって。ありがとうね。 MV ね、いいよね、あれ、学校な感じ。続いて、お、ティナーニー。お、ひーちゃん、なコロナコールやつなんで、ちんちゃ DJ けんちゃラジオさん、はーい。わー、なんか걱정인데최근에선배들과친해지고있다고했는데특히유일이선배랑자주얘기하는거 맞지맞아유일이선배랑밥도먹으러갔어거기거기 続いて、お、さやまる2回目。お話し会でヒーがたまに話してくれるヒーエリエピの大ファンです。エリちゃんの話してるヒーの表情かなり好きなので、たまにでいいからこれからも話してくれたら嬉しいですし、ヘラヘラしながら聞かせていただきます。たまにどころかいつでもしますよ、求められれば。ありがとう。続いて、お、ヨノジさん2回目だ。カズレーザーで学ぶの時の髪型めちゃめちゃ可愛かった。やっぱり3分の2くらいはおでこもお目にかかりたい派です。おおでこいつでも見せますよ。ありがとう。続いて、お、ミラクルドリームさんも2回目ですね。お、両日コンサート行きます、だって。前回病気を療養中で行けなかった分も楽しみます、だって。そうだよね、今じゃ元気になったってことでよかったですね、楽しみにしててね。続いて、マレーネさん。本田警察だから小林蘭ちゃんのダンスをどう評価してますか、2人のダンス見たい、だって。蘭ちゃんは本当にめちゃめちゃ上手だし、なんかエネルギッシュだし、振りも正確で、いつも目にいっちゃい、目が目にを追いかけてしまう、まあ本当に私ももっと頑張ろうって思える存在です。うん。続いて、たかひろさん、ありがとうございます。2回目かな、大事にしてください。2枚。続いては、かじゅくん。かじゅくん、いい、かわいい名前。チャーヒーに質問したいことがあったら、したいけど NG だったらどうしようと考えたのですが、好きな栃木グルメありますか。自分は宇都宮餃子が好きです。全然 NG じゃないよこれ。宇都宮餃子美味しいですよね。私はね、好きな栃木グルメいっぱいある。芋フライ好きですよ。今味濃いからちょっと食べれるか分かんないけど。続いては、お、さっきぶり、イーツエンさん。ひーまるチャレンジまた始まった。できる回数がどんどん増える、達成感がすごくて自分が励まされた。本当そうなの、私全然最近上げてない。なんかもうピラティスとか行っちゃってるからね。みんなもでも続けて頑張ってる方いてすごく嬉しいです。ありがとうございます。続いて、香港からのシアンさん。あら、そう、みんな2回目ね。2度目のセンターおめでとう、だって。嬉しいね、ありがとうございます。香港にも行きたいです。海外行きたいな、会いに行きたいです。皆さんありがとう。お、だるまランキング15位になりましたよ私。続いて、お、ニキ。あ、ニキ勝つやね、ニキありがとう。また書いたらツイッター載せます、だってね。私のイラスト書いてくれるのめちゃめちゃ嬉しいです。皆さんこれからもたくさんなんか絵描ける人私に書いてください、イラスト。ありがとう。川室美月ちゃん2枚目ですね。ありがとうございます、みつきちゃん。はい、みつきちゃんが来ましたね。ご飯いっぱい食べて元気で過ごしてください。続いて、お、みさとちゃん。
ひーちゃん好きになって9年目。嬉しい。もうじゃあ10年目に、はい、私 10年目なので1年目の時にしてくれたのかな。2年目か。ありがとうございます。お、この方は初めてじゃない？タコポレオンさん。何この名前かわいいんだけど。29日のコンサート行くので、生のどうしても君が好きだ楽しみにしてます。お、やるかわかりませんよ。おさみずわん、そうなんですか。お、おさみずわんでももう大歓迎ですよ。ありがとう。続いてアリエットさん、ありがとう。 ありがとうございます。だってさっき画面一瞬消えちゃったって。本当に今見えてるかな。ありがとう、アリエットさんね。よいしょ。続いてテイちゃん、お、2回目日本に来てからもう半年。あっという間だね。うんうん。 1年前留学するか悩んでた時にひーちゃんが背中を押してくれてありがとう。留学大変だけど楽しいし毎日充実してる。だってよかったね。日本でテイちゃんを見れるのがすごく私は不思議です。でもすごく同じ空気吸えてるのが嬉しいよ。ありがとう。これからも頑張ってね。続いてまゆなちゃん、まゆなちゃんありがとう。メッセージはないけどね。このサインはどこに飾ってくれますかね。大切にしてください。続いて、お、わこんにん。わこん、コンサート間近だね。コンサートの見どころ、見どころですか。それはどっちのコンサートだろう。でも割と上手下手両方行くとは思うんだよな。楽しみにしててね、うん、ありがとう。続いては、お、ピテンチオ。可愛いだけじゃない、凛々しかったり優雅だったり、でもふわふわだったりお茶目だったり、たくさんの魅力が詰まったひーちゃん、アイドルになってくれてありがとう。こちらこそありがとう。嬉しい、そう言ってもらえて。これからもいろんな姿みんなに見てもらえるように頑張ります。続いて、お、みぽまる、みぽまる、ミッフィーのみぽまる。あ、伸ばしちゃった。ひーちゃんドレス着るからぜひパーティー来てほしい、招待したいよ。だって、そっか、みぽまるのドレスの色結局黄色になったのかな。ねえ、見たかったよ。ありがとう、またね。続いて大輔さん、大輔さんありがとう。このサインぜひぜひいつも目に見えるところに飾っておいてください。ありがとうございます。続いてつよしさん、お、いつも忙しいのにメールくれてありがとう。栃木市から応援してます。最近メール全然送れてなくて本当にごめんなさい。ね、でも栃木から同郷の方が応援してくれてるってすごく力になります。いつもありがとう。よし、続いて、お、インナミさんだ。インナミ新一さん応援してます。だってありがとうございます。ね、2枚になりましたね。ありがとう。続いて、お、カレンちゃん2枚目。お、海外からお家に帰りました。お疲れ様です。今カチューシャ持ってません。でもカチューシャ持ってくるの忘れたらごめんなさいね。ワンちゃんのカチューシャ早く見たいです。そろそろちょっと恋しいですよ。見せてください、うん、ありがとう。お、続いてバイオリンさんです。いつでもどこでもいつまでも見守っています。だって、あ、心強いですね、そういう言葉が。もうそんな皆さんを信じて私もいつも全力でどんな場所でもどこでも頑張ります。ありがとう。続いてはオリビアちゃん、お、中国のファンです。ありがとうございます。一番の推しです。ひーちゃんからもらった力を本当に感謝してます。いつも大好きです。もう私もですよ。本当にありがとうございます。出会えて幸せです。これからもよろしくね。お、わさびにん、わさび。お、直接会うことできて本当に嬉しい。初めて、あ、そっか、オンラインではいつも会ってるけど初めてなのね。楽しみだよ、もう始まるね。よろしくね、緊張しないで会いに来てね。続いては、お、さっきとザンズンギルさん。ザンなのかな、本当にジャンだと思うんだよな私。
장아니지장장중일상맞지근데여기잔중일이라고적혀있는데너잼희짱곰바와어아닌데요굴잼인데요어토치기1주간旅行して아라26日に東京に行くよそうなんだシングルフォルクあははは26일에어디간다고요도쿄재밌게놀아요 続いて어미유키짱아리가또다ってこちらこそありがとうだよ本当にね미유키짱사인大事にしてねありがとう。はい、続いて和弘さん。演技、バラエティ、歌、ダンス、さまざまな分野で活躍されている姿がすごいです。応援してましたって。ありがとうございます。全然活躍もっともっとできるように頑張るので、どうかこれからも支えててください。ありがとうございます。続いて、お、ヒカルくん、2回目だね、サッカーのヒカルくん。お、僕、京都で社会人のサッカーチーム所属してて、副キャプテンしてます。だって、かっこいいね。そうなの、めちゃくちゃ好きです、同い年。嬉しい、同い年でこうやっていろいろなところで頑張ってる姿見ると、私も頑張ろうと思います。頑張ってね。続いて、お、皇太子さん、こちらも2枚目ですね。4月30のコンサート楽しみにしてます。みんなで一緒に泣きましょう。私は泣くかな？泣かないかな？最後は笑顔で終わりましょう。ありがとう。続いてリュウト。うん。去年の波動以来で個別で会えるって。18期生のゆめみんとお話しして予行練習してからひーちゃんの礼に並ぼうと思いますだって。予行練習必要なの？でも18期のみんなも可愛い子いっぱいだからね、みんな仲良くしてね。私が一番仲良くしないとかね。続いて、お、ペイチアーだ。ペイチアー、中国語を学ぶためにツイッターのトピックを考えてみてください。難しい。なんだろう、中国語ちょっと教えてください。皆さん私にぜひね。ありがとう。続いて、お、なるちゃん、なるみ、コンサートに向けての意気込み。そうですね、30日のコンサート、まあ8活動休止前なのでね、本当に悔いのないように最高のステージにできるように頑張ります。ありがとう。続いて、オーケイシー、また5月に会えるの楽しみにしてるって。もうケイシーはいつもね、日本語でいっぱい手書きでメッセージ見せてくれるんです。本当にいつもありがとう、ケイシー。あら、また漢字が難しいわね。ちょっと待ってね。ムトゥーンさん、これは2枚目のサインおめでとう。7月に会えるんだね。7月に会いましょう。バイバイ、ありがとう。続いて、お、青柳さん、青柳さん、チームメイトコンサート楽しみにしてますだって。そうな、青柳さん、ゆいちゃんもいいけど私のこともぜひ探してくださいね。ありがとう。続いて、お、くみちゃんだ。もうひーちゃんが注目してほしい気に入っている振り付けはどこですか。さっきは踏切のところを言ったけど、あとどこだろうな。なんかフォーメーションもね、あ、遮断機のところ可愛くて好きって書いてある。そう、そこが一押しなのよ。素敵な一日になりますように。ありがとう。続いて、お、シトラスさん、話さないでだね。臆病な怠け者ひーちゃんの歌声たくさん聞けて何回も聞いて癒されます。私の歌声が好きなんだ。恋は怠け者、ありがとう。続いて、ひさがさん、わ、素敵な名前。いつも前向きに生きる希望をいただいてますだって。全然そんな、生きる希望になれてるなら私もなんだか恐縮です。ありがとうございます。ありがとう。続いて、コミちゃん、お、ここら辺からは結構あれかも、2部初めての人が多いかなね。
AKB らしいいい曲だね。早くもヘビロテしてるよ。この曲でアイドル界をまた石棺だ。石棺？ありがとうございます、こみちゃん。ね、歴史を刻みますよ。ありがとう。続いて、お、ニョッキーさん。わあ、ニョッキー食べたくなってきた。お、佐野市出身で、お忙しいと思いますが、機会があればいらしてください。私、全然佐野とかめちゃめちゃ行きますよ。佐野アウトレットも行きますし、ね、佐野ラーメンも昔めちゃめちゃ好きでした。ありがとう。続いて、お、ゆうとうじゃん。この前の9周年公演すごく楽しい。お、ほんと10年目に突入に早いね。10年目もよろしくね。これからも楽しい思い出作ろう。ありがとう。はい、続いて、お、ももビリーさんだ。知ってる私、ももビリー。ありがとう。サイン大事にしてください。 Thank you。よいしょ。続いて、せいこさん。4回目の応募で当選しました。本当いっぱい申し込んでくれたんだ。ありがとう。関西在住なんだね。明日大阪行きますよ。うたこんで関西いっぱい行きたいです。ありがとう。続いて、とみくん。いつも、そしてこれからもずっと応援してます。だって、やったー。 AKB これからもよろしくお願いします。だって、こちらこそ女ひとみよろしくお願いします。 AKB もね、本当に頑張ってまいりますので。よし、続いて、お、山本たけしさん。あら、ここで登場。遅くなったけどセンターおめでとう。だって、休止するの8寂しいけど、30日昼夜見に行きます。だって、ありがとね。本当に昼夜で全くもうセットリストが違いすぎて、私頭がもうパンクしておりますけども、楽しみにしていてください。ありがとう。続いて、お、ハリーユーマポッターさん。ハリーユーマポッターさんね。カタカナが、あー、ポーターでした。ハリーユーマポーターでした。ポッターって書いちゃった。ハリーユー、あー、私も頭がおかしくなってきた。てか、ハリーユーマポーターね。はい、実は、あー、なるほどね。オーラすごかったです。本当ですか？私を目撃してくださったみたいです。ありがとうございます。嬉しいですわ。お、お話し会よろしくお願いします。ありがとう。続いては、お、ウィングキッズ香港さん。ありがとうございます。ピーちゃん大好きだって。私も大好きです。ありがとう。飾ってね。あー、ごめんなさい。はい、続いて、お、 AKB 本箱おじさん。なんかみんなすごく面白い字ですね。おはカタカナで、字はひらがな。お、ひーちゃん大好き、ひーえり最強。前回、前々回、抽選に外れて泣きました。今回こそ当たりましたよ。大事にしてください。続いては、お、台湾パンダ。お、パンダ当たってるじゃないか。台湾パンダ、ひー先生、あんにゃん、あんにゃん。お、前回3月末のショールームライブ、富村仙人3つの言語、日本、韓国、中国語で声優地下へ、とても幸せでした。今回オンラインとオフライン真ん中来て、ありげーさん、早く会いたいです。パンダ、バイバイ、あんにゃん。続いて、お、ひろゆきさん。お、リップグロスのサインのジャケ写の隣に大切に飾って、毎日ひーちゃんから元気もらいたいと思います。だって、あら、コンプリートおめでとう。これからもたくさん増やしてってね。ありがとう。続いて、ほくろ21さん。面白いな、同い年か。センターおめでとうございます。頑張ってください。だって、ありがとうございます。私ね、聞いてください、2ヶ月ぐらいここのニキビが永遠に治らないの。もうニキビじゃなくて、なんかね、後になりそう、これやばい。ちょっと皮膚科行きます、時間あったら。そう、ほくろで思い出した。続いて、お、ともりんごちゃん。ともちゃんだ。2度目のセンターおめでとう。何より今の髪型とっても好きだって。
サインヒーちゃんからのタンプレートを持って大事にします。お誕生日おめでとう。最近会えてないから会いたいよ。続いて、お、ゆうなちゃん、お、これからお話し会とかライブで会えるの楽しみにしてる。 I love he だって。 I love he の日を I love you なちゃん。続いては、お、ゆずちゃん、お、4日前私のお誕生日おめでとう。誕生日ね、どうしてもこの、うん、君が好きだ、このセリフのひーちゃんのパフォーマンス期待してます。どうしても君が好きだですね。あ、ちげまるさん、いつもねサッカー会場からお話し会来てくれてた。新曲初披露の舞台が栃木で嬉しかった。そうだよね、竹林行きましたよ、和歌山。はい、めちゃめちゃいいところでした。また行きたいな。実は栃木テレビでも行ってたんだけどね。続いて、お、クイーンシーも3枚目かな。今度日本語で話してみます。お、本当にイルボの配信行ったごや。うんうんうん、トミー、ディアセルファイティン。お、好きな食べ物、最近好きな食べ物難しいいっぱいある。サンドイッチ。続いて、お、レイマル、覚えてる、レイマル。これ初サインなんだって。プレゼントしたワンピース着てくれて嬉しかった。お、プレゼントのワンピースありがとう。いつもみんなセンスいいからプレゼントいっぱい着てます。ありがとうございます。ね。続いて、ふみふみ。あ、ふみふみも覚えてる私。ふみふみ。ひーちゃんのハートポーズいつ見ても飽きないです。台湾のひーちゃんおしおり。ありがとう。続いて、お、アキリンだ。ひーちゃんセンターおめでとうだって。ありがとう、アキリン。いつも関西から応援してくれてるからね。明日関西行きますよ、楽しみ。リクロおじさん食べたかった。買えないだろうな。続いて、香港のはるまさん、ありがとう。よいしょ、ありがとうございます。香港まで届くの時間かかるかもしれないけど楽しみにしててね。続いて、お、ミスミン、いつも応援してますだって。ありがとうございますね。これからもずっと応援してもらえるように頑張ります。ありがとう。続いては、お、幸運です、ラッキさんから。ありがとう、幸運です、ラッキ。中国のファンの方ですって。わー、ニーハオ。今回のコンサートもとてもいいことをするのです。あなたの演技を見て幸せでした。だって。握手、握手で会いましょう。シャツチェン。続いて、タカ。おー、タカ、ありがとう。頑張ってる人が報われるのは本当に嬉しい。今回リアルで会えるから楽しみにしてるだって。私もタカの癒される笑顔が見えることを早く、ずっと楽しみにしてます。ありがとう、タカ。続いて、お、カイワさん、ありがとう。カイワ。お、ルメイフンピョリン、我愛你。大家一起加油吧。哦，今天辛苦了，多谢。啊，読めない。バイバイ。読めた、いっぱい。ありがとう。続いて、お、ともき。お、アニメフェスタで見ました。懐かしい。だって懐かしいね。何年だっけあれ。2015年とかだったかな。懐かしいですね、とってるアニメフェスタ。ありがとう。そんな昔から来てくれてるのね。続いて、お、イチローさん、新曲センターのパフォーマンス本当に素敵でした。これからもずっと応援してますだって。ありがとうございます、イチローさん。これからもずっと期待してください。ありがとう。カシリョウさん、ハーマンリョウさんっていう方かな。私は、あ、ちょっと待って、漢字間違えちゃったやん。ちょっと待って、ごめんなさい。私は容姿に自信がないのでオンライン話し会をお願いする勇気がない。なんで
만나러와줘요나에게딸기이벤트안에그릴수있을까아그그림은안된다고하셔서미안해요그래도저보고싶어요많이続いてしーちゃんあしーちゃんありがとうねスペイベでやっと対面で会えて嬉しかっただって本当にねこれからもたくさん会えますようにしーちゃんといつも素敵なお洋服で楽しみこれからも続いてお石田光弘さん前髪あるひーちゃんが特に可愛くて大好きですだって嬉しいわ30日のコンサート楽しみにしてます楽しみにしててください昼よりどっち来てくれるのかなありがとう続いておヒリンヒリンニヒリンニさんアンモリンヌヒーちゃんがボルシーソーサヘンボッキャククユオレテーミョンカーヌンでクッテマンナヨチンチャヨウリユオレボルシーヌンゴエヨアハキレデンダーコマー続いておツルリン歌番組でひーちゃんのセンター見れるのが楽しみでしかないどうしてもひーちゃんが好きだありがとうつるりんつるりん明日大阪行くよ続いて安井拓也さんあらありがとうございます安井さんあーこの部私間違いすぎ安井拓也って書こうとしちゃったごめんなさい安井拓也さんですねありがとうございます飾ってくださいありがとう続いてお秀樹さん秀樹バチコ終了になって寂しかったですだってそうだよねソロコンなどやってほしいですだってソロコンもいつかやりたいです私求められたら大人の方がお願いします続いておチウチウだ元気かなうんうん、私もブラックピンクのコンサート行きましたって本当めっちゃ良かったよね体気をつけてくださいおあいにーおいあいにーありがとう続いておザッキーだ元気かなお4年ぶりに会えるのマジか嬉しいねお話し会で4年ぶりはねえ早くたくさん話そうねザッキーいつもありがとうみんなソロコンやりたいって言ってくれてる嬉しいじゃあちょっと抗議しなきゃ続いておゆうた最近たまたまひーちゃんが出るラジオを聞いてひーちゃんの声聞いて好きになりました本当ラジオで好きになってくれたってこと嬉しいありがとうございますそれは嬉しすぎるありがとうあれゆうたが 2枚続いた私今ゆうたさん渡しましたよねですよねあらじゃあ2枚続いたのねゆうた感謝の気持ちを少しでもお返しできてるかないやもうお返しも私がまたお返しをねあげないといけないぐらいいつも感謝してますありがとう続いて森弘さん目覚ましい活躍だね今後も期待してるよだってありがとうございますもっともっと飛躍できる年にできるように頑張りますありがとう続いておあやねちゃんあ元気かなあやねちゃんいつも元気もらってます今回も今年もたくさん会いたいだってねたくさん会いたいねリアルのイベントもいっぱいあるから会えるといいなありがとうえ何これ黒くなっててわかんない途中までしか読めないけど途中まででもちょっと大丈夫かなこれなんだろうまいちゃんお久しぶりです最近なんかあったんだね元気出してわかんないけどまいちゃんありがとう続いておベリーちゃんベリーちゃん黒髪前髪ありひーちゃん可愛すぎるこれからもずっと大好きだよ愛にパパパパおなんて読むんだろうこれ宝ってなんて読むんでしたっけ中国語で忘れちゃったありがとう続いてりょうたさんりょうた最近ひーちゃん見れるだけで本当に幸せ嬉しすぎ4月から社会人になったので会える回数少ないかもしれないけどひーちゃんのために仕事頑張ろうと思ってるだって私のためにですかありがとうございますね社会人も頑張ってねりょうた応援してるよ
よし、続いて、お、トメさんだ。トメさんさっきいた。あ、2位にいる。トメさん、新曲冒頭のソロパートの歌声ゾクゾクするほど好き。あ、ほんと嬉しいわ。前からひーちゃん、子さんまではいかないけど前からひーちゃん推しだったことが誇らしく自慢です。いや、子さんですよ、だいぶ子さんですよ。トメさんこれからもよろしくね、子さんの一員として。続いて、これはショーって読むのかな、ショーアット香港さん。あ、ショーで合ってたわ。お、ベリーラッキーゲッチュア、おー、シグネチャー、 I am so excited。 おー、Thank you。 もっと頑張ります、英語、はい。続いて、お、シカゾウさん、いつも応援してるカゲ、あ、カゲさん、シカゾウっていうの可愛いんだけど、これからも体調気をつけてね、だって。ありがとう。まさかの、あのニックネームよりも本名を見て気づくというね。鹿さんいつも、あ、鹿さんです、影さんありがとう。はい、続いて、お、ラスカールさんだ。元気かな、最近テレビ出演も多くてなかなか追い切れてないけど、いろいろな仕事が舞い込むのは嬉しいね、だって。本当ですね。お、オフラインでも来てくれるって。またラスカールさん会えるの楽しみにしてますよ、ありがとう。続いて、お、迷える子羊さん、かわいい。お、ひーちゃんが夢に出てきたことをきっかけにファンになったと言ったもので、覚えてます、それすごいよね。ね、お、いつもひーちゃんが出演する番組チェックしてますって、ありがとう。明日も歌コン見てね、今日もテレ朝見てね。続いて、お、 CY さん、いつかあなたとお会いできることを祈ってます。お、会いに、おい、会いに、ぶっちんぶさん。続いて、みつきちゃん、壁にきりみちゃん貼ってる、みつきちゃん覚えてるよ。お、リミスタ初めてだった、本当。5月のお話し会オンライン来てくれるんだね、話すことを決めてきてね、ぜひ、ありがとう。続いて、お、なっつん、本田警察が発動してるストイックな姿もエイトメントいる時の赤ちゃんみたいなひーちゃんも素敵です、だって。嬉しい。ね、やっぱりエイトのみんなといるとね、結構デレデレになっちゃうんですよ、最近は。そっちモードが多いです、ありがとう。続いて、お、リッキー、リッキー素敵な感じだ。活躍してるひーちゃんを見るともっと僕も頑張らないなって思ってます、だって。頑張りすぎず、リキも頑張ってね、いつも頑張ってるから応援してるよ。続いて、お、リキ、ちょっと待ってね、漢字が。リキちゃんありがとう。お、私最近クロワッサンにハマってます。ひーちゃんが最近一番気になってるパン。私最近もあのね、クラブハウスサンドイッチにめちゃめちゃハマってるんです、ありがとう。続いて、お、お、こちらもお名前が長いわ。イエイイエオンニ、イエイイエオンニ、ありがとうございます。ジェジェですね、ジェジェ、예예언니입니다생사된거축하드립니다오랜만이야오진짜이번에아진짜어우리곧보자고마워어続いて오요짠다희짠久しぶりです。이무스비댄스가와이스기타오30일に会いましょう、だって。コンサート楽しみにしててね、ありがとう。続いて、お、ジョイくんだ。大阪のジョイくん、うんうん、ギャルルに入ったりイージードダンサーズになったり、もっとコラボしてくださいね、だって。ね、したいです、ぜひ。いつも忙しいけど体調崩さないようにね、だって。ジョイくんもだよ、また会えること楽しみにしてるね、ありがとう。続いて、ヨシヒサさん、ヨシヒサさんありがとうございます。ちょっと応援しててくださいね、これからも飾ってね。よし、続いて、秀明さん、初めてのサインなんだ、あら、よかった。
いろんな曲歌ってくれるの楽しみにしてます。歌声大好きです。だってあら、歌声好きって言ってくれる人すごい多い。ありがとうございます。続いて、お、小糸美さん、小糸美、最近転職して少し忙しいけど AKB の右京も頑張っている。この前 AKB のひーちゃん推しですと伝えたら、向こうがひーちゃん可愛いですよねと返してくれたのが嬉しかった。私がもっと嬉しいです。誰よりも何よりもありがとう。続いて、お、ピエナちゃん、ピエナ、ピエナ、9周年公演本当に楽しいが詰まってて元気で生きられそうです本当。お、お見送りの時たくさんのメンバーにイラストを見られた。本当、みんなに釣られてないかい。みんな可愛いからね。ありがとう、ずっと日吉でいてね。続いて、お、千秋、頑張り屋さんのひーちゃんをこれからも毎日応援してます。でも疲れた時は休んでね。だってありがとうね、本当に体調まで心配してくれて元気だよ、おかげさまで。ありがとう。お、ユジェムヒーボー、お、ユジェミラゴ、ユジェム、うん、ユジェムヒーボー、ヒーボー、염색도앞머리도너무잘어울리고요즘너무아까짱같다에귀여워크크크아고마워아까짱ひーちゃん続いて、コウジ師匠、コウジ師匠、センターおめでとうございます。リアルトーク楽しみにしてます。師匠、私も早く会いたいですね。リアルトーク私も楽しみにしてます。ありがとう。続いて、ケンケン、ケンケン元気。ひーちゃんに憧れて去年は1年間髪をブリーチしましたね。あとこの前ちょっと高級なお、あの服も買ったって言ってたよね。すごい本当に、あ、やっぱりひーちゃんのおかげ本当いいなと思いました。ありがとうございます。これからもケンケンに憧れられるひーちゃんでいます。ありがとう。続いて、お、シンシンだ、パンダのシンシン。ひーちゃんはパンダ好き、もちろん好きですよ、パンダ大好き。シンシンありがとうね、会いたいよ、元気かな。続いて、はるるんちゃん、はるるんちゃんありがとう、うん、最近新しい中国語を覚えましたか。あ、教えてほしいです。あ、今回オンラインお話が当選できなかったの。え、そうなんだね。ね、なかなか会えないかもしれないけどずっと思ってます、はるるんのこと。ありがとう。続いて、お、姫路のよっちゃん、姫路のよっちゃん、姫路行ってみたいな。ダンスの綺麗と最高、ニコッと笑い顔も最高です。応援してます、頑張れ。ありがとうございます、嬉しいわ。そう、もっとね、いろんな姿見せれるように頑張ります。続いて、お、マッシュさん、お、マッシュオンニー、ね、伝えたいことたくさんあるけど、ひーちゃんの健康一番、うん、一番考えてるよ。だってコンサート、ひんね、こんばんは。続いて、お、Cさん、お、漢字がとっても難しい、これ。Cセンターになられておめでとう。5月と7月のオンラインお話し会で会えます。だってぜひ会いましょうね、ありがとう。続いて、ひさしさん、あら、ありがとうございます。ひさしさん当選おめでとう、ぜひ飾ってね、サイン、ありがとう。続いて、お、ひとみさん、 HTM ひとみさんね、ストイックなところ本当に尊敬してます。どうやったらそんなストイックに。いや、ストイックなんかじゃないです、全然ね、甘えも取り入れてノンストレスで頑張ってます。ありがとう。うわ、めっちゃ久しぶり、ピンプさん超久しぶり。北海道で元気に過ごしてますか。最近全然会えてないから心配してました、会いたいです早く。続いて、あれ、カナヒーさん、カナヒーのどうした。いつも応援してます、これからも活動応援してます。だって、あ、かなちゃんとひーってことかな、ありがとう。私も応援してます、かなひー。続いて、お、みんじちゃん、みんじちゃん
어민지언니라고듣고싶으면저도민지짱이라고불려보고싶어요 민지짱후미의스케줄항상잘챙겨보고있어보고싶어사랑해아나도사랑해많이고마워우저한테漢字가미쳐미쳐難しい거래ロキュー、ロキョウエイさん、ちょっと待って、とっても初めて見る感じ、勉強になります。ちょっと待ってね、オッケー、書けました。私の頭皮を長らく見せてしまってごめんなさい。ありがとう、応援してくれて。続いてしんごさん、ひーちゃんの制服姿とっても可愛いです。アクスタにしてもらえたら一緒にお出かけできていいのになと思います。あ、どうなんだろうね、アクスタであるのかな。ありがとう。続いて、お、いもちゃんだ。いもちゃん、髪色どっちが好きですか問題私は暗めも大好きなハイトーン派です、だってどうか分かって、分かります。言いたいこと言ってくれてること分かる。今のひーちゃんが一番大好きだって、優しい。そう、今が一番って言ってもらえるのが一番嬉しいですね。続いて、お、ウエジーだ。ウエジーウィズワンさん、元気かな。ウィズワン、ひーちゃんには61枚目シングルセンターおめでとう。いつもずっと応援してるだって、ありがとう。ウエジー会いたいです。続いて、お、たっくん、お、ラジオレギュラーおめでとう。なこちゃんの番組もレギュラーでやってるからね。そうなの、私ね、今度なこちゃんのレギュラー番組出ますよ。あさってかな、発売日、ぜひぜひ楽しみにしててください。よし、続いてはケイラさん。ケイラさん、ありがとう。よいしょよいしょ、あれ、ケイラさんサインありがとうね、飾ってね、ありがとう。続いてゆうた、お、30日最高のエンジンかけていきましょう。エンジンかけましょう、ブンブンブン、やりましょうね、ありがとう楽しみだわ。続いてえいちろうさん、お、久しぶりにひーちゃんのサイン当たって嬉しい、だって。個別のお話し会でもあって話そうね、ありがとう。続いて、お、みんみん、みんみん、お、アイソンティブとハンサンをハグイスッセヨ、トミナムキヨッコヨッポヨ、パンモグロとハングワヨ、あ、ノムカゴスポヨ、クリンパンツンチャマニモコスプンでいっこでんよ。ちょ、オグリベイカリヨクシチョワノムゴテヨ。チーズチョワエレ、チョバネモモゴガジグ、ナジュエカミンコ、モグケヨ。クリゴ、ヤッカカジャドヨジュンマニナオジャナヨ。あ、ウムシギギマニアネナ。こんばんは。続いて、お、ナンチャンエイトさん。どうしても君が好きだのセンターおめでとう、ありがとう。お、初参戦の妻と6日後のコンサートを初参戦しますだって、嬉しいねえ。旦那さん、旦那さんじゃない、お嫁さん、ね、奥さんにも聞いてもらえるといいな、私たちのパフォーマンス、ありがとう。続いて、お、ひろこちゃん、わー久しぶり、最高にキラキラしてて可愛すぎるだって。前髪ないのも最高に可愛くて大好きだって。頭抱えてるありがとう、頭これからも抱えさせていいですかありがとう。じゃあ、はい、続いて、お、ハートベリーさん、久しぶり、2回目のセンターおめでとう。さらに世界のいちご姫目指してずっと応援してるからね、だって。ありがとう、最近もいちごまだまだ私は食べてますよね。え、もう時期が終わっちゃうのが悲しいわ。続いて、お、タンタン、ジェニウスタンタン、タンタン、コンサートオルコーチーアマド、前髪切ってもっと綺麗になったね、だって。あら、嬉しいわ。来週やっぱりコンサート、お、今度は日本語で語り合おうね、なこのコン、あのラジオ楽しみにしててね続いて、お、いちごちゃん、最近忙しくて非メール書く暇ありません、すいません。いや、私もメール送れてなくて、私こそごめんなさいね。
ね、でも私も大好きですよ、皆さんのこと忘れないでくださいね。ありがとう。続いて、お、あやこさんだ。あやこ知ってるよ、大文字なのは。わ、なに9691km の距離も瞳こじらせを防ぐことはできない。そうだよね、今遠くにいるもんね。いつも近況報告してくれてありがとう。チャイチネゴ一丁、チャンさんチンギョポゴ一歳よ。お、吉高さんだ。吉高さん、ひーちゃんセンターおめでとう、楽しみだって。ありがとうね、本当に早く会いたい。ありがとう、またねよし、はい、続いて、お、こげちゃん。こげちゃんもまた2度目の戦争おめでとう、これまでのひーちゃんの努力を全ての人が見てきました、だって。未来もずっとそばにいるよ、忙しい時も病気にならないでね、だって。いつも元気に頑張るよ、こげちゃん。ありがとうね、いつも心配してくれて。続いてはみんな大好き、みんな大尊敬、ラーム先生ですよ。本田さん、この前病気で先生の授業に来られなかったそう。先生は本当に心配だった。今はもう大丈夫？次の対面授業は5月6日、先生はいつでも本田さんを待っているからぜひ来てね、だって。面白すぎるんだけど。元気ですよ、ごめんなさい授業を欠席してしまって。ありがとう、5月6日に会おうね。続いて、え、なんて読むのこれ。え、めちゃめちゃ初めて見る感じ。あ、一番好きなももかちゃん。え、これ中国語でこうやって書くんだね、初めて見た。すごい、みんなのおかげでいろんな感じが知れるよ。うん、地球にはヒーがいなくて回ることができる、強がるだけよと言ってもいい？はい。ありがとう。地球にはヒーがいなくても、回ることができる、強がるだけよ。続いて、お、まるちゃん。まるちゃんいっぱい当たってるね、おめでとう。よいしょ、まるちゃん、いいのサインいっぱいあると思うけど大事にしてね、全部。ありがとう、ラーム先生のファンすごい。ごめんなさい。よいしょ。続いて、お、シュマチさん。センターおめでとう、イントロの歌声可愛いです。あ、イントロではね、私歌ってないんですよね。あれかな。イントロのダンスと歌い出しかな。嬉しいです、ありがとうございます。今日もツッコミがちょっと冴えております。続いて A さんです、ありがとう。トミル真ん投げチェゴエヘンウィゴトミルトミルチョアゴウンオハヌンゲチェゴエヘンボギア。あー、진짜예쁜말해줘서고마워요。うん、와トミがヘンボカイスイットロヌルカッテンチャリエイス。え、そう、ウンオハイッケヨ。あー、もうこまおよ、順調。あ、ハート書いてなかった、ごめんなさい。あ、こまおよ。続いて、お、あやちゃん。なこちゃん卒業しちゃったね、ほんとだね。そうだよね。でもね、コンサート後にね、あの、お仕事でなこちゃんと会えて嬉しかった。そうそう。あの、本番の前には忙しいと思うから返事いらないけど頑張ってねっていう連絡だけしました。あと差し入れをしました。そう、アイムドーナツを差し入れしました、スタッフさんに届けてもらって。私韓国にいたので。ありがとう。よし、終わりました。ね、対抗心があるりんちゃん。してないけど、なんでかなって。すごい、なんだろうね、りんちゃん隣なんですけど。負けたって感じで。はい、ということで皆さん全て のサイン書き終えました。本当にね、ありがとうございました。当選、ね、できなかった方もこうやって見に来てくださって嬉しかったですし、画面越しではありますけど皆さんとお会いできてすごく嬉しかったです、ね、コンサートもうすぐですし、発売もあさってなので、皆さんぜひぜひ、たくさんこちらの曲聴いていただけたら嬉しいなと思います。そして私の告知で言うとですね、本日の、夜の、はい、24時過ぎからはテレビ朝日さんでボイプラの番組がありますので、そちら見ていただきたいのと、明日は歌コンで、ね、みんなで歌いますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、りんちゃんも言っておりますので、見たな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 。
こんな感じで仲良くやっておりました。はい、ということで今日もありがとうございました。明日の衣装も楽しみにしててね。じゃあおやすみ。오늘도와줘서고마웠어요。우리콘서트아니면그이야기회에서만나요。사랑해요。我爱你。今天的谢谢。不见不散。再见。拜拜。